スライダークランク機構クランクとは、機械の要素において、回転する軸と、それとは、芯のずれた軸を結ぶ柄からなる機構である。リンク機構の一種でもある。古くは、極回、極肘、極軸とも呼ばれた。クランクにコネクティングロッドと呼ばれる棒を返すと、往復運動を回転運動に変換する動作や、あるいはその逆の変換動作が可能となる。前者の例としては、 自動車などのレシプロエンジンがあり、ピストンの往復運動をクランクシャフトで回転運動に変える。同様の機構で逆にクランクの方を回転させればレシプロポンプやレシプロ圧縮機となる。クランク単体の例では人力で何かを回すためのハンドルや自転車のペダルなどがある。よく知られているクランクの利用例は以下のようなものがある。往復運動を 回転運動に変換する際、クランク機構の往復運動部が最も奥まで押し込まれている状態と最も手前まで引き出されている状態のことを視点と言う。この地点では回転力が働かなくなるので、フライホイールを利用して滑らかに回転を継続できるようにすることが多い。また、この地点で運動を停止してしまうと往復運動が再開不可能となる。そのため、 手動であれば回転部分を手で回したり、異操作をつけた別のクランクを同じ回転軸に接続しどれかのクランクは回転力を働かせることができるようにして回避するのが一般的である。手回し式のスライダクランク機構は中国の官王朝の時代に墓に埋める陶器の中にモデルとして登場する。しかしながらクランク機構が広く使われるようになったのは アラビアの学者で発明家のアルジャザリによるもので、彼は最初にクランクシャフトを組み合わせた人物である。コネクティングロッドもアルジャザリの発明であり、これらを組み合わせたシステムは1206年に彼が開発した2つの用水機械に用いられている。1930年代以前に作られたほとんどの蓄音機において、クランク式のゼンマイによって駆動されていた。 また自動車の来年期間もスターターモーターが一般的に用いられるようになるまではクランクプーリーなどにクランク棒を差し込んで人力で回して始動していた。ありがとうございます。